早速住民センターで打ち合わせを行ってきます。はい、でちぎれるかと思った。はい、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 まず飲み物と、はい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 、食料ですね。これ朝飯のグラノーラと牛乳、そして味噌汁とキムチ、白米はね持ってきてます。それから、はい、はい、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。まずこれ、シャンプーとリンスですね。まあ1ヶ月なんで、ちょっとボトルが小さいものを選びました。そしてこちら、お椀ですね。100円ショップで買いました。それから、スプーンとお箸。そして、この辺は、お掃除系のグッズを100円ショップで買ってきました。はい、移住生活初日終わりました。夜ご飯はね、なんか昼が遅かったのでちょっと適当に済ませました。初日はあんまり田舎感なかったですね。今日は結構運転してきて、手続きして、打ち合わせして、動画編集もずっとやってたので結構忙しかったのでまあ明日一応何もない日なので、移住してきたなって実感できる何かがあればいいなと思ってます。では今日は疲れた、寝る、おやすみ、バイ。はい、二日目です。おはようございます。寒いね。気温が14度ですって。ああ、めっちゃ寒いよ。でも半袖っていうね。今日も動画編集かな。結構ね、田舎に来たはいいものの、お仕事がたくさんあるので、やれることを全力でやっていこうかな。はい、そして今日の朝ごはんです。グラノーラです。いただきます。はい、お昼になりました。お昼ご飯食べに行きがてら、村の役場で今回のこのお家の料金の支払いをね、済ませちゃいたいですね。行きますか。はい、支払い終わってきました。でね、お昼ご飯を食べたいんですけど、隣町の下仁田になんかおっしゃなカレー屋さんを見つけたので、そこにね今から車で行ってみようと思います。群馬の道を駆け抜けますよ。ケイスケ、油断するなよ。デジャビュー、 I just feel it this is before I let go of feel this this is before going new。 いや、駅近の駐車場が無料なのいいね。さすが田舎クオリティ。私の私の彼は左利き。そんなこと。はい、午後はですね、小さな買い物と、あとついでにスタバで作業をしてました。で、今夜になってます。夜ご飯を作りましょう。自炊ですよ、自炊。はい、こちらが今日の晩ご飯です。ん？何か期待しましたか？いや、自炊でしょ、自炊。自炊って何て書くと思いますか？あ、自炊という字は、まあね、料理しない男性の飯なんてこんなもんですよ。 Uber Eats も村には届きませんしね。でね、最近は VTuber を見るのにハマってて、大体ご飯食べるときはこんな感じで動画を見ながらご飯を食べてますね。もうね、 Wi-Fi さえ通ってればもうぶっちゃけ自分の場合は大丈夫かもしれない。2日目終了です。まあ今日はあんまり面白みのない一日だったかもしれないですね。明日はいよいよ新しく作るチャンネルの最初の撮影を予定してるので、いろいろ動きがあると思います。お楽しみに。それではおやすみなさい。おはようございます。3日目です。今日はもうこの後すぐ撮影があるので、ちゃちゃっとご飯食べて撮影に向かいます。
グググググランドーラ。うわすごいね、水の勢いが。ちょうど今梅雨の時期なんで水量が多いなとは思ってたんですけど、前回来た時と比べると全然迫力違いますね。はい、撮影終わりました。なんだかんだね2時間ぐらいかかったかな。台本の読み合わせとかがあったから結構時間かかっちゃいました。でね、聞いて、この渓谷って川の浸食じゃなくて地殻変動でできた川なんですって。やっぱこの辺の人に聞かないとわからない話がいっぱいあるね。面白い面白い。この後はちょっと郵便局に用があるので、そこで用事を済ませてご飯食べて、またそのままスタバとか行こうかな。動画編集をしようと思ってます。いよいよね、自分が担当しているチャンネルの1本目の動画がこれから上がりますので、概要欄にチャンネルのリンク載せておくので、ぜひみんな見てください。おしゃっす、しゃっす。電源がある。最近のモスバーガーはすごいね。ホームページ飛べばコンセント、そして Wi-Fi があるかどうかっていうのが書いてある。めっちゃ便利。やっぱね、こういう作業できるお店は2店舗ぐらいは欲しいね。ちなみにコリオツ選手が頼んだメニューはモス野菜のセットでございます。村に住む友達からセリをもらいました。コリオツね、野菜なんてほとんど調理したことないんでわかんないんですけど、なんか味噌汁に入れると美味しいよっていうことでした。ちょっとね、保存方法とか食べ方ググって見ようと思います。野菜ってどのくらい洗えばいいんだ。これわかんねえ。野菜とか自分で買ったことないしな。しかもこれ収穫したてだよね。はい、そして本日の晩ご飯です。昨日と同じキムチ、そして冷凍して取っておいたご飯を温めて、お味噌汁にはセリがたくさん入っております。今日は具を入れるってことで、インスタントの味噌汁を2食分も使ってしまいました。はい、もうね、相変わらず精進料理みたいなご飯を本日もいただきます。でも早速ね、セリこれをね食べましょう。すごい香りが、なんか茎もシャキシャキして美味しいですね。いやー、住居も貸してもらってセリもタダでいただいちゃって、もう至れり尽くせりですね。最近はこの100万点バラサロメという VTuber にハマってるんですよね。キムチですわー。はい、3日目終了でございます。今日ね、ちょっと学びをいくつか得たので皆さんに連携しようと思います3つぐらいあります。1個目がね、クマバチはめったに人を刺さない。しかもオスのクマバチはそもそも針がないらしくて、見かけてもそんなに危なくないらしいです。で、2つ目が鹿がいるかどうかを道端の雑草で判断できるということです。鹿がいると本当にね、本当道草を食って、こう雑草の先端がね、かじられたような跡になっている雑草を今日見つけました、ってか教えてもらいました。で、三つ目がジオパークというものがありますよね。なんか地形が特徴的な場所の一帯をジオパークって言いますけど、ジオパークと呼ぶには景勝地の保存協会みたいな、そういう施設も合わせて作らなきゃいけないので、ここ一帯がジオパークですって宣言するには人員もかかるし、そういう建物も作んなきゃいけなくて、結構ハードルが高いんだなっていうことを今日学びました。
これはね、田舎に来なきゃわからなかった知識かなと思います。これからもまあ滅多にないと思うけど、なんかこういうプチ情報を一日の終わりに言っていこうかな。はい、というわけで今日はおやすみなさい。おはようございます。4日目です。今日の予定は、午前中はねお仕事をして、午後ね、このお家を見学したいっていうお客さんがいらっしゃるそうなので、ちょっと自分の荷物を少しまとめて、午後はね席を外そうと思ってます。グラノーラ。はい、お昼になりました。今ねお部屋をまとめて、お客さんが来てもいいようにしてます。で、お昼はね温泉に行こうと思ってます。ちょうど隣町に入浴施設があるんですが、そこでお昼を食べるのと、なんとね、そこワーキングスペース、 Wi-Fi と机とテーブルがあるらしいので、ちょっとそこでね本当に作業できるのかななんて言ってみようと思います。今ねお風呂入ってきまして、荒船の湯のお食事どこに来てます。もうお腹ペコ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 コンペココンペココンペコ、ホルライブ3期生うさだペコーラペコ、うま塩ネギうどん麺大盛りでござる。はい、これからねホタルの鑑賞会を開催しているようで、そこに参加してきます。どうだろう、動画でホタル捉えられるかな。まあそもそもホタルがいるかどうかも自分はわかんないんですけども、とりあえず今から行ってこようと思います。はい、ホタルツアーから帰ってきました。ホタルね、見たよ。なんかね、こう川の上から遠巻きに3匹から4匹ぐらい見えましたね。その時に撮った写真がこちらなんですけど、さすがに距離があったので肉眼でうっすらと見えた感じでした。カメラでは捉えられてません。いやでもね、その光がこう線香花火がたゆたうような、とっても美しい光でした。初めて見たよホタル、綺麗だった。もしね、この移住期間でチャンスがあればカメラに収めたいなと思ってます。というわけで4日目が今日で終わるんですけれども、今日も学びが一つあったので皆さんに連携します。それは、ホタルは卵、幼虫も光るです。やばくない？成虫のホタルが光るのはあまりにも有名ですけども、幼虫とかもう卵ですら光るらしいんです。はい。というわけで今日はもう遅いのでこれでお休みします。ではおやすみなさい。おはようございます。5日目です。今日はもうがっつり一日編集の日です。朝ごはんは昨日のホタル鑑賞会でもらったお土産ですね。もう特にこれは前回紹介した虎の子パンですね。なんかちょっとちっちゃい版だそうです。いただきます。何？何の音？はい、お昼ご飯は冷食のカルボナーラ、ごめんなさい、カルボナーラです。この前もらったね、セリを乗っけていただきます。さすがに家にいるの飽きてきた。ちょっと気分転換にスタバで作業をしようと思います。全然関係ないけどね、この家屋根が高くてめっちゃ声が響くんですよね。たった一つのこと約束したんだ、これから離さないと。外出ついでにコインランドリーに行きます。
すげえ。待ち時間飯食って時間潰せるんですけど。ドヒモン。すごいね。電源とカウンターがあるよ。お次はガソスタでーす。ガソリンの減りが早いね。合体。あなたと合体したい。1万年と2000年前から愛してる。はい、というわけで5日目終了です。今日はあんまり面白くない1日でしたね。なので学びも特にありません。こんな感じで、まあ5日刻みかな。で、移住の様子を1本動画にして投稿していきますので、また次の5日間の動画も楽しみにしていただければと思います。それでは1本目、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ動画の高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラムやツイッターもやっていますので、こちらもフォローしてくれたら嬉しいな。